はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、車の中からね、動画をね、配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信の企画にですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、急遽病院にやってきました。現在はね、朝の9時17分でございます。昨日のね、動画でもね、お伝えしたんですけども、もう足がね、めっちゃ痛いんですよ。もう腰から太ももから膝からね、足首までね、つま先までね、結構ね、もう痺れてしまって、で痛いんですよ。なんていうんですかね、症状的にはですね、座骨神経痛のようなね、痛さなんですよね。座骨神経痛っていうのは、その座骨神経にこう響いて痛いっていうような痛さでしかこうお伝えできないんですけども、僕の場合はですね、その座骨神経痛ではなくて、帯状疱疹の可能性がね、あるんですよ。今ね、まだ定かではないんですけども、これから受診なんで、それがはっきりすると思うんですけどもね。その僕の場合はですね、それがなんでいいかって言うたら、白血病してね、骨髄移植をしてるんですよ。で、骨髄移植をするとですね、その過去に受けた予防接種とかの、ね、注射とかあるじゃないですか。そういうの免疫をつけるものが全部チャラになるんですよ。でチャラになるということはね、その子供の頃になった病気にまたかかる可能性があるんです。でもかかるんですけども、かからないために、そのこれからね、これからの人生においてね、そういう予防接種をね、またね、再度子供の頃に打ったいろんなものをね、こう打っていかなダメなんですよ、注射をね。でその中でも、その帯状疱疹っていうのは、その子供の頃にかかる水疱瘡のね、ウイルスと一緒なんですよね。で水疱瘡のウイルス、帯状疱疹ウイルスっていうのは、人間体の中にね、誰でも持ってるものなんですよ。でそれの抵抗力がね、チャラになったんで、まだこう出てきたって感じなんです。でそれなんで出てきたかっていうのは、その帯状疱疹ウイルスっていうのがね、人間の体のその抵抗力が低くなってきたら出てきよるんですね。再発悪さしよるんですよ。それで今僕は痛みが出て、痺れてきて、でほんまに水疱瘡みたいな水ぶくれがね、出てきているわけなんです。これっていうのは、骨髄移植をして1年以上2年未満ぐらいの間でですね、帯状疱疹ウイルスがね、再発してくるよっていうのは、もう慢性 GVHD として挙げられてるわけですね。よく起こるんですって、その骨髄移植した人は。なのでひょっとしたらそうじゃないんかなと思って、自分でね、調べた結果ね、そういう風に書いてたんですよ。なのでただの GVHD かと思ってね、受け止めてね、ちょっと安心して様子見ようかなと思ったんですけども、やっぱりね、痛さがね、増してきたんですよね。もう痛も立ってもいられへんからって、何してても痛いんですよ。今現時点でもね、痛いんですよ。なので、だから早くね、受診しに行けっていう話なんですけども、ちょっとね、今動画撮ってるからあれなんですけども。で、その昨日ね、その急遽昨日の動画撮り終わって、病院にすぐ電話したんですよ、あれからちゃんとね。皆さんにもね、なんか体に何かあったらすぐ皆さんはね、電話するようにしてくださいねっていうふうに言ってるのに、僕は様子見ますって言ってたら、その話がね、合わへんからね、急遽電話したんですよ。こういう理由で、ひょっとしたら帯状疱疹が出てきたかもしれないですって、こんな症状なんです、痛いですって言って。ほんなら、病院の看護師さんがね、それはもうあり得ることですって、ヤスさんが調べてもらった通り、骨髄移植後、それだけ時間経ってる頃合いに出てくる症状なので、ひょっとしたらそうかもしれないので、もうすぐ来てください。でも今日は無理なんで、明日、今日ですよね。次の日の午前中に、一応診察券通して、受付に話をしてくださいと。で、午前中の間で必ず受診できるようにしときますんで、で、このこともちゃんと先生に伝えときますんでって言って、で、たまたまその今日がね、担当の先生の診察日なんで、ちょうど良かったんですけどもね。でも我慢せんと、でも我慢して、2日ぐらいは我慢してましたからね。ただのね、痛さだけやったらね、ほんまに我慢しようかなと思ったんですよ。他にね、どっかが痛くなったことがね、過去にもあったんですよ。これまでね、この今日までに、骨髄移植してから今日までにあったんで、似たようなことなのかなと思ったんですけども、そうじゃないなと。もうね、じゅくじゅくの水ぶくれができてきてるんで、これは初めてやからね。ちょっとね、僕もね、焦ってね、電話してね、正解でしたわ。なので、ちょっと今からね、行ってまいりますんで、おそらくね、これはね、帯状疱疹やでって、慢性 GVHD やでとね、
言われると思いますんでね、まあ、今日の結果はね、まあ、この動画がアップロードされてる頃にはもう出てるんですけども、まあ、それはね、あの明日、今日じゃなくて明日の動画でまたね、あのしっかり説明させてもらいますんでね、とりあえず頑張ってきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々とね、よりたくさんの患者さんにね、届きますことをね、願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。